前回のまとめ。あ、左上に。さあ、本格的に始まってきた研究。え、あ、そう。だんだん難しくなってくるも、えい、おお。難なくクリア。そしてファイヤーさんはパンチと。魚の骨でしょこれ。え、嘘。あ、違った。魚の骨を間違える。魚の骨だと思ってた。拳でなんか握ってんだこれ。ちなみにグレート。そして魔法を使うための準備として新しい杖を作ることに。どうだろう、見たことないな。多分モッドの木なんで。しかしその杖を作るにはグレートウッドというモッドのキーを見つけなければならなかったが、なんだあれは、なんだあれは、難なく発見。お、グレートウッドの木だ。何、グレートウッドの木だと。ちょっともう取ってみよう。そしてゲット。行かなきゃ。そして魔法を使うためにはネザーに行く必要が出てきた。ネザーに行くとこから始まるのかこれは。後日。後日ですね。ってことでこの前はここで終わりました。なので今日はネザーに行って素材探しです。翼とカズラのマイクラモッド実況。イエーイ。ネザー行こうぜ。はい、ってことで痛い痛い痛い、いきなりそれで始まる。びっくりするわ。ってことでネザー行きますか。そばに黒曜石が必要。ネザーってことは結構装備整えていった方がいい。待って、まだ黒曜石取りに行くだけなんで、とりあえず。マジか、黒曜石。とりあえず黒曜石。ちょっと待って。装備。装備。えい。はい。腕ってあったっけ。腕はないです。ない。おお、なに。気持ち悪い。変態おるぞ。変態がおる。えい。これ。あっさりやったけど、どうよ、これ。なんか、まあ、あり。いやー、はい。来た。ちょっと遠くから。ちょっと、うわー、なんか変。突撃。はい。パン。これはちょっと素材が集め放題です。総合メーターで新しいやつ出会い放題です。お、出たね。待って、ここもできる。え、嘘だろ。あ、将来の研究に役立ちそうな何か発見しました。これまさか隠し。何それ。え、何それ。ちょっと本。何何何、わかんないかもしれないですね。わかんないか、まだ。よし、じゃあ突撃。よし、行きますか。せーの。まあ、多分一緒に入っても負荷ないでしょう、うん、俺のサーバー、俺の PC だったな。うわー、酔う。あ、行った行った。あ、ちょっと待って、顔ドアップ。あ、ラッキー。マジで、ちょっと待って、 いきなり遺跡だ。お、すげえ。いや、初ネザーなんですよね。ああ、なんと、マジで。私、はい。それ言ってよ。我々の拠点を作ります。はいはい。ちょっと待ってください。はいはい。お、ドア。すげえ、いっぱい持ってきたの？いや、27個です。おお。遺跡とかあるんや。すげえ、ラッキー。ここ、あ、チェストあって、いきなり。マジで？あ、サドル。そしてダイヤ。サドル？ちょっと待って、サドルって。ほら、ちょっと。お、サドルだ。ダイヤもある。え、めっちゃ怖え。あとこれ持って帰ります。はい。チェスト？あ、そうか。再利用する。このまま拠点に置いていく。大事なもの拠点で。はいはい。こら！ギリギリで締めやがった。大事なもの拠点。こら！あ、何今の声。ガースト。ガースト。あ、ブレイズだ。強い？声めちゃめちゃ怖いんだけど。え、声。ちょっと待って、もしかしてさ、これもう終わったんじゃない、やること。なんかめっちゃでっかいのいるんだけど。帰ってきて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 。はいはいはい。入って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 。狙われ狙われ。あ、終わりました。え、何が？よう。何を？え、用事が済みました、ネザーでの。え、何？もう手に入れました。え、マジで？はい。どれ？これです。何これ？ブリーズロット。早っ。とりあえず返しとく。はい、ちょっと見てきます。はい。なんか恐竜みたいな声が聞こえる。あ、ガストですね。ガスト？赤ちゃんの鳴き声は？あ、恐竜みたいな、ちょっと。え、違うのか、じゃあ。恐竜。恐竜？かな、なんか、ピックマン？うわ、ピックマンじゃないかも。ピックマンなんかな。
おお、びっくりした、びっくりした、ドア開けたとこにおった、びっくりした。何がですか？なんか燃えてた。あ、ブレイズ、ブレイズ。おお、すごい炎ってくる。あ、そこだ。うわ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 、どこどこどこ、このこれは何、上か、これがブレイズ、これはブレイズです。で、そいつから落とすのがこのブレイズロッド。ああ、もう国王星、うるせえ、出ましょう出る、そのこのままでいいです。もう一回時に使うんで、はい、ここの拠点。うわ、うるせえ、超ついてるわ、このワールドついてる。来た、ちょっと読み込みが出るだ、出ましょう。はいはい、ふう、ってことで、ではでは、ついに魔法制作、魔法制作が始まる。ではまずブレイズロッドをクラフトしてください。何、1個置いて、1個、はい、置いて、ブレイズパウダーが作れます。あ、ほんまや。あ、待って、作りました、作っちゃった。じゃあ大丈夫です、じゃあ俺が作る、1個ください。はいはいはい、危ねえ、あれにいるんだよこれ、ポーションに。で、ブレイズパウダーと、うん、石炭と、はいはい、火薬を置いてください。火薬、お、お、ファイヤーチャージ作ってください。はい、おっとっと、で、1個、2個、3つ作れた、2個掘ってもた、ありがとうございます、はい、じゃあ魔法だ、魔法のページを開きましょう。魔法のページ、OK。 改めて、我々はこれから作るのは水上、形は機能にかなう、これ、あ、ネザー水晶ネザー水晶忘れた、もう一回行こう、ね、もう一回、おお、来た、こっちから行こう。はい、うるさい、めちゃくちゃうるせえ。で、外に出なきゃ話になんない。はいはい、うわ、ダメだ、止まって、危ない。うわ、どこ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 、こっちか、あれあれ、こっちから行きましょう。はい、おったおったおった、だい、これか、待って、ダイヤ剣作ってもいい気がしてきた。ダイヤ剣、あ、あった、何が、チェスト、あ、サドルもう一個あった、待って、やばいなこれ、おうおう、どこどこ、お、めっちゃいるやないか、そこ、おっとおっと、まさかこれ上にあれがあるな、ちょっと、ちょっとすげえうるさいやばい、死ぬ、やばい、ファイヤーさん、ちょっと安全地帯に待機しよう、ちょっと体力を待つ。とりあえずファイヤーさんどこ、俺ちょっと、え、避難してるん、あ、ん、あ、いた、そう、この壁の向こう、そんなところに、なんだと思ってやがる、あ、あれブレイズと戦いながらカリカリ、まずいまずいまずい、まずい、あ、どうしよう、あ、来た来た来た、うるさいなこれ、すごい俺、ね、何、ブレイズのスポナーとかそういうのがあるパターン、多分そうだとまあ思うんですけど、とりあえず俺はアイテム解消のために全力を注ぎます。はい、タオ、うわ、めっちゃいる、やべ、落ちた、もうブレイズの脇が尋常じゃないです、ここ、確かにやばい、おいおい、どこどこどこで、どこで落としたの、ここだ、そこ、だってプレイズ多い、熱いよ、どこに落ちた、アイスさんも持ってなかった、あ、落ちてる落ちてる、あ、すごい下にまで落ちてる、熱い熱い熱い、ただ結構下までね、燃えてきてるマジでそんな下まで行っちゃった、これ結構下まで落ちてた、この熱い、やばい、死ぬ、まずい、やべ、なんか攻撃増えてる、あれいた、めっちゃめっちゃ拾った、ウィスプ、ウィスプ、やべやべ、俺も死ぬ、あ、マジか、あ、カリカリ、どこでどこで死んだ、あ、あったあった、よし、ここか、ちょっと取れねえ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 、アイテムが取れねえというか敵が動かねえ、あれ、え、接続位置できません、やばいっす、
じゃあ今日はここで切りますか。アイテムやべえ。アイテムやばい。この終わり方すごいな。ここでお別れです。それでは。